はい、ハワイからオレナです。今日テイク2、あれテイク2というのでしょうか、2段目です。2段目の動画を撮っています。なぜ私が YouTube でハワイからいろいろなことを発信するのかということをちょっとねお伝えしていこうと思います。さっきですね、まあ心の声のままに撮りました。これももちろん私は流していきますよ、ね、心のそう思ったんですから流していきます、うん、それはちゃんと正直に流すんですけど、じゃあなんでそういうことをしているのかっていうことですね。先ほど公式 LINE の方々の方にはね個別に撮ったんですけれども、はい、なぜかですか。私は YouTube ハワイのことを伝えています。そしてハワイのことを伝えているんですが、ハワイにいる私はどうやってハワイに来たのか、ね、再婚してきたわけですよね。でちょっとこう長い年月を経てやっと入国をして、で今グリーンカードの申請をしているっていう状況。だから多分こういう家系とかね、こんなことありあんなことありっていうのって誰かのためになると思うんですよ。だからこそのこう発信している。それと素敵なパートナーと出会いたいっていう方も多いし、パートナーシップのこととかも私は発信しているんですね。で私はやっぱりせっかく動画なので、綺麗事とかはあんまり何て言うのかな、言ってもためにならないかなっていうふうに思っていて、もうリアルにね、人間の私ですよ、人間のオレナが、そしてクムフラでありシンガーでありっていう立場もある私ですが、だけど人間であるんですね。でその私がやっぱり本当にこうね、ぶつかっていく問題たくさんあります。で今までもそれは発信してきましたよね。消しちゃったのもあるけど、だけれどもやっぱりこれからもいろんなことが起こると思うと。でさっきもね、いろんな話した中に、まあ、どうでもいいんですけどねって流しました。どうでもいいんですけどねっては言うんです、言葉では。でもさ、どうでもよくない自分っていうのがいたりするじゃないですか。でそれをやっぱりね、こういう SNS だから言わない方がいいとか、そういうのはやっぱりあんまり思ってなくて、本当に YouTube もね、 SNS も私のチャンネルなんですよ。で私はやっぱりそれを今何が起こっていて、今どんなことを私が感じて、今どんなことを思ったのか、ね、感じてそれが行動に出たのかみたいなことをリアルにねお伝えできたらなと思って、こうやって動画で喋っています。それね、綺麗事で喋ることはもちろんできますよね。ハワイの女神で、女神のフラが大好きなオレナですってやって、でクムフラなんですよ、うんちゃらうんちゃらはできますよ。それで踊ったりもねしても、それも楽しいかもしれない。でそれもやりますけれども、やっぱり生きている私だって、生きているってことは命があるでしょ。で命があって、その命を生きるためのパワーっていうのがマナなわけじゃない。そしたらさ、なんかそんなのまで隠す必要ないじゃない。やっぱり私が命と向き合い、マナと向き合い、でこのハワイのこのね、大地からエネルギーをもらって、海のエネルギーをもらって、今ここに住まわせていただいている、なんかそれをやっぱり私がどういうふうにいろんな問題に向かって、このパワーとともにね、切り抜けていけるのかっていうことだってリアルにお伝えしたいなと思うんですよ。で問題っていうのはすごく大きな問題じゃないのね。でもちっちゃいことの積み重ねってすごくあると思うんですね。そうで、ただの人じゃない、やっぱりこう女神とつながるとかそういうことをしている私なので、なんかすごく女神のことに対してはすごく大事なのよね。すごい大事なこと、うん、本当に大事なんです、女神。
そう、だからなんかそれをすごくやっぱり大事に生きていきたいんですよ。うん、あの本当になんかそういうのなんかこういうね、その女神とか神様とか、ハワイの土地、ハワイのマナー、ハワイのパワーとか、なんかすごい大事なものがあるじゃない、ハワイの空気感とか、そういうのにちゃんと私は委ねてここに住まわせていただいて、で住んでるだけじゃダメなんだよね。やっぱり育ったからこそのみんなに何を伝えていくのっていうことがすごく来ているので、そう、ちょっと距離季節しちゃいますけど、そんな風に今動画を撮って伝えていこうと思ってます。ね、すごくやっぱりたくさんのクムたちがね、あの YouTube にいろいろ出すようになったから、あのフラの技術とかさ、あと何お勉強のこととかも、もう本当に充実したオンライン講座があるじゃないですか。だからそういうのはそれを見たらいいと思うね、おすすめしてるのは見た方がいいし、だからこそのじゃあ私は何をするって言ったら、私は人間オレナの感じたこと、ね、ある時はクムフラ、ある時はシンガーであり、ね、ある時はハワイの女神かもしれないオレナが感じたことを、まあ、リアルに伝えていく。そしてこれね、いつもアプリで撮ってるんだけど、なんでかっていうと10分で切れるからね、だらだら喋んないようになってるんです。だからなんか10分でそれを伝えていく、でこの自然も伝えていけたらいいななんていうふうに感じているんですよ。だから、いろんなオレナの姿をやっぱり発信したい。元気なだけじゃないの、ね、元気のその向こうにあるものとかで、私が目指しているアロハをみんなに伝えようっていうことあるじゃない。でそれもアロハをみんなに伝えようっていうのは、なんかこう 100% のとこのもっと先の話なんだよね。 100% のゴールはもうちょっと手前にあったりするんだけれども、だからそれのゴールのその先みたいなことも私考えてで発信してるの、ね、そう見た、ほら風吹いてきたでしょ、そうだよって言ってもらえてるの、これね、そういうことなんですよ。それすごい大事なの ね。だからそんな風にして、ね、いい時間をこのハワイで過ごしていきたいなっていう風に思っています。あ、なんかちょっと今6時過ぎていい感じですね。ちょっと泳ごうと思ったけど帰りが寒いからやめたんだけど、そう、すごいいい感じいいですね。そうで、あれです、今日も余談ですけれども、ですね、日本から私ちょっと重要な書類がありまして、娘にね送ってもらったんです。そしたら娘がですね、EMS っていうので送ってくれたんですが、ありがたいですよね、大事なものなので。そしたらちょうどその次の日から荷物、まあ、ちっちゃくても荷物扱いのパッケージのものは、日本からのものはアメリカに入国できませんっていうギリギリのとこだったんですよ。そして娘は郵便局の人に言われて、今日なら大丈夫ですって送ってくれたの。だから結局ね、延々と届かなくて、もうどうなるかと思いきや、何度調べてもいつもなんか出した郵便局に泊まってるわけですよ。と思ってて、届かないのやばいなーなと思ったら、昨日か一昨日調べたら、ロスのね、なんか税関にありますってなってて、ロス行っちゃったのと思ってたの。そしたらね、昨日届いてまして、まだちょっと不在だったので受け取れてないんですけども、ようやく受け取ることができます。すごく遅れてますね。大丈夫だった日に出して、私、ずいぶん遅れましたので、今は本当に受け付けていないみたいなのでね、普通のお手紙だったら届くんですよね。なんかとても不自由な状況です。ということで、不自由もありながらの6月30日まで頑張らなきゃですね。でもこうやってビーチにいられて、ワンちゃんがいたりとかですよ。本当に気持ちよく、なんか静かにここで楽しんでいます。ワンちゃん今走ってたりしてますね。今モアナサーフライダーの前にいます。じゃあね。